危機契約シャープ10、2月10日デイリー、発動級です。今日は指定契約も一緒に取れます。リーパーの耐久力アップ。リーとイフリータを入れた簡単攻略にしてみました。ほうほう。リーはモジュールもつけていて、モジュールを外すと倒されやすかったです。ちょっと上がったステータスの魚？多分。いきなり早送りになってる。操作があんまりないので、2倍速でもわかりそうだなって。今のところ、2人とピーちゃん置いただけだね。ここは前回の危機契約の常設ステージで、記憶に新しい人が多いと思いますが。前回から今回の間が短かったしね。敵はみんなこの辺を通りますので、スタンしないリーで止めて、イフリータで焼こうっていう、シンプルな作戦です。脳の金、ようやくリーが出てきた。スタンを防ぐと、維持費が高くかかるので、所持コストに余裕を持たせておきました。なるほど。ハニーベリーで神経ダメージを回復できるようにして、あとは見てるだけです。あれ、クム出してないよ。ああ、クムは、もしリーが倒された時のための控えです。倒されちゃうんだ。神経ダメージが 100% 溜まると、大ダメージを受けますしね。医療を増やせばいいのに、と言いたいところだけど。置く場所がないんですよね。ほんとか倒されてるやん。どこの誰だよ見てるだけとか言ったやつ。え、そんな嘘つきがいるんですか？しかも1体抜けてるし。2体までなら流せますからね。ゆるく行きましょう。ところでこれって、リーかイフリータのどちらかは自分で持っていないとやれないね。そうですね。持ってない人はどうするの？そんな奴はおらへんやろ。好感度マイナスパクッと。ああ、嘘嘘。こんなこともあろうかと、星6がするとだけの攻略も作ってきました。最初からそう言えばいいのに。概要欄から行けます。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。